エントリーナンバー3番池澤拓司28歳、東京白金台レストランシェールエソルでスーシェフをしております。私は今回の油というテーマに対し、青魚に含まれる脂肪酸の酸化について注目しました。この脂肪酸は空気に触れることで酸化したり味や香りが消えてしまいます。しかし燻製という方法を使えば酸化を遅らせることができ、さらに旨味の増幅をさせます。これは昔からの知恵で、食材を色に吊るしていぶすことで煙を立たせ、その煙に含まれる成分によって酸化防止と殺菌作用の効果があるからです。こちらが私が使用した旬のイワシとお野菜です。イワシは三枚おろしにし、フレッシュ感を残すために瞬間燻製します。その後バーナーで炙り、油を浮かせテクスチャーを良くします。トマトはミキサーで回し1日かけパッセします。ゴーヤオイルを作ります。ケールとゴーヤを湯がき固く絞って、サラダ油、オリーブ油を入れ一度冷凍します。その後パコジェットで回しパッセします。トマトコンソメとゴーヤオイルを合わせソースにします。第二のふるさとである栃木のお野菜と、故郷である東京の牧場で作ったモッツァレラチーズ、そして燻製したイワシ、昔の知恵を借りた旬を味わう。私はたくさんの生産者と飲食関係の方と出会い、レストランや料理を通じて素材の素晴らしさや土地の魅力を伝えることのできる料理になっていきたいと思っています。そして世界に向けてより魅力を伝えるために、2年後の東京オリンピックでは大会で出会った料理人たちと何かできないかと思っています。そのためにもこの大会で精一杯力を発揮し、私のことを知っていただき、さらなるチャレンジをしていきたいと思っています。よろしくお願いします。